を前におきまして、少々の間、ご挨拶をさせていただきます。最後まで、よろしくお願い申し上げます。皆さん、昨日は広島原爆の日でありました。8月6日広島原爆の日でありました。そして明日は長崎の原爆の日であります。改めまして、亡くなられた皆様方に、心から哀悼の意を表しますとともに、やはり核兵器廃絶、核兵器を禁止していく、その先頭に日本は立っていかなければならないと、そういうふうに、思います。おはようございます。今、国連では核兵器禁止条約ができております。50カ国、署名すれば、国際法になると、署名批准すれば、国際法になるという、そういう、状況に、なっております。残念ながら我が日本は署名をしておりません。やはり日本という国は核兵器廃絶という意味では世界最初の戦争被爆国であるわけでありますから、当然に核兵器廃絶チームというものの監督でなければならないというふうに思います。過去であれば緒方監督、そのポジションにいるべきが、日本ではないかと思います。アメリカとの関係、そういうのもあって忖度があるというのも事実でありますが、しかし同じようにアメリカと、友好関係にある同盟関係にもあるニュージーランド、あるいはそういう国々も含めて、核兵器、禁止条約には調印をしているという状況もあるわけであります。必ずしも、アメリカとのございます、日米安保があるから、あるいはアメリカとの、同盟関係があるからといって、核兵器、禁止条約に、署名できないということはないというふうに思います。緒方監督が自ら先頭に立たなければ、カープの優勝がないのと同じように、世界で最初に、被爆した国が核兵器禁止条約の先頭に立たなければ、なかなか進まないというのと同じ形であります。1万8000発、核兵器があるという状況、また核兵器があるというだけで、これは脅威である、間違って使用された場合も含めまして、大変な地球破滅に至ると、これは明らかでありますから、やはり核兵器はなくしかないということになります。抑止力、抑止力と言ったって、うちは、一回、使われて、しまえば、地球は、滅んで、しまうわけであります。一回、核兵器というものが使われてしまえば、地球はなくなってしまうわけであります。抑止力と言ったって、使うことが前提でありますから、結局、使われてしまえば、地球は滅んでしまうわけであります。本当のところは意味がない話であります。しっかり日本が先頭に立つということが大事ではないかと思います。INF 全廃条約、これがなくなってしまいました。皆さんご存知でしょうか。こんにちは。INF 全廃条約ができました30年余り前、実を言いますと、当時のソビエトのゴルバチョフさんとレーガンさん、アメリカのレーガンさん、核兵器廃絶、合意しかかったんです。もう核兵器はなくそうやということで、お二人の間では話がつきかかったんです。いろいろな横やりがついて入ってできなかった、核兵器廃絶まではいかなかった、それでも中距離、核兵器は全廃するということになったわけです。日本やろうと思えばできないことはないということです。あるいは中南米のアルゼンチンという国、昔は核兵器開発をやっていたわけでありますが、それをやめて周りの国と
友好関係を結んで、経済を良くしていこう、そういう路線に切り替え、核兵器を開発を放棄し、まあ、中南米は、非核地帯ということになっております。同じように南アフリカ共和国、この国も実は原爆核兵器を持っておりましたが、それを放棄して、アフリカ他のアフリカの国とも仲良くする、お疲れ様です。他の国とも仲良くするということをしっかりやって、そしてアフリカも非核地帯、核兵器がない地帯ということになっております。核兵器なくそうという意思があれば、地域的な限定ではありますができるということをアルゼンチンや南アメイお疲れ様です。ということができるということが分かるというふうに思います。とにかく、広島がその先頭に、立っていかなければならない、核兵器廃絶チームの監督でなければならないと、このことをまず、明日、ちょうど8月9日長崎、そして一昨日は広島でありましたが、そのことを、申し上げたいというふうに思います。さて、トランプさんがイランに因縁をつけ、そして、戦争一歩手前に6月下旬にはなってしまいました。本当にシャレになっていません。今トランプさんは、タンカーを護衛するということを名目に有志連合ということで、ホルムズ海峡、ここに、大軍を派遣しようというふうに呼びかけております。大丈夫なんでしょうか。タンカー護衛といったってアメリカ、あのアメリカですよ。イランに一方的に因縁をつけ、核合意を離脱したアメリカの方から約束を破った、そういう国です。40年余り、イランと鋭く対立してきたそのアメリカが中心となってタンカー護衛で大軍を派遣するといったって、それはイランは喧嘩を売ってるというふうにしか取りませんよ。そこにもし日本が参加するようなことがあれば、日本も、せっかく、今年はイランと日本の友好90周年でありますが、90年間かけて作ってきたイランとの日本の友好関係、これを、台無しにしてしまうということにもなりかねません。アメリカがまずイランことをせんことです。まず、約束をアメリカが守る、イラン核合意を守る、イランに対する制裁を解除する一方で、しっかり、イランに対する、イランは核兵器開発をやめる、そういう約束ですから、アメリカはしっかりイラン核合意に復帰をするということが大事ではないでしょうか。それをやってまず話し合いということになると思います。アメリカ中心で大軍を中東に派遣してしまっては、それこそ緊張がますます高まり、戦争ということも現実味を帯びています。ましてや日本がそれに参加するということは、お疲れ様です。大変なことになるわけであります。90年間かけて、作ってきたイランとの友好関係、これを台無しにしてはならん。アメリカはイランことをすな、そして今のところ、安倍総理も、慎重であります。自衛隊を有志連合という形でやるというのは、慎重で、総合的に検討してということでまだ迷っておられるようでありますが、やはり有志連合には安倍総理は、日本は参加をしないということを、しっかり、私と佐藤秀一も、訴えていきたいというふうに考えております。広島3区市民連合でも日本政府は、有志連合に参加をしないということ、そしてアメリカは核合意に復帰をし、イランに対する挑発をやめろということで、声明文を出しております。イラン核合意、復帰、アメリカはイラン核合意に復帰をし、そしてアメリカ、日本は自衛隊を派遣するなということで、これをしっかり、やっていこうということで、私佐藤秀一が幹事をさせていただいております。広島3区市民連合も、訴えております。アメリカはイランことすな、そして自衛隊の
は行くなということを、繰り返し、お伝えさせていただきたいというふうに思います。さて、アメリカと中国のいわゆる貿易戦争、この影響で、大変な円高になったり株が下がったりしております。こういう状況で消費税増税して大丈夫なんでしょうか。本当に大丈夫なんでしょうか。そもそもこの平成と言われる30年間、消費税は上がる一方でした。一方で超大手企業、超大金持ちの負担はどんどん減らされて、そういうことがあります。そういう不公平な状況があったわけであります。庶民の懐はどんどん冷やしていき、そして超大金持ちの皆さんの懐だけは温めていく、超大手企業の内部留保だけは増えていく、そういう政治がこの30年続きました。それで景気が良くなっていない、そしてさらに極めつけがこの10月に予定されている消費税増税であります。今の状況で 10% に増税して大丈夫なんですか。景気が本当にいいと言えるんですか。皆さんの暮らし向きどうでしょうか。実質賃金はむしろ下がっている、野党が衆議院に事務局に計算し直したら下がっている、そういう状況データも出ております。実質賃金が下がっているということは皆さんの収入が減っている、実質の暮らしが落ちているということです。そういう状況で消費税増税したら大変なことになります。まずは、もちろん、働く皆さんの暮らしも直撃されますし、そしてまず中小企業の皆さんの営業も直撃をされていくという状況になります。社会保障のために消費税増税だ、こんなことを、政府はずっと言ってきましたが大嘘でした。先ほども申し上げましたように、超大手、そして超大金持ちの減税のために、お金が消費税増税分が使われてきた、そのこういったこともあって、じゃあ2000万円貯めなさい、そういう話になってしまっているわけであります。僕は年金で足りんけ2000万円貯めなさいということになっているわけです。これは今の、ね、ある程度年配の方の話です。私が今43歳であります。例えば41歳以下の人で言えば3600万円不足というデータもありますし、国民年金しかない、自営業者の皆さん、そういった方々になってはもっと足りんということにもなるわけであります。老後破綻、こういったことも現実味を帯びてくるわけです。しっかり例えば子どもの学費、そういったこと、子どもが奨学金を払えない、就職が安定しない中で、奨学金が払えない、そういう状況の中で老後破産、そういう、状況になる方も出てきておられます。老後も含む生活の安心、年金だけじゃありません、教育費の負担、あるいは住宅の負担、お子さんに関する費用の負担、そういったことも含めて、しっかり、軽減をしていく、それも安倍総理が言っているような やるような住民税非課税の人だけが、対象になるような学費無償化という話じゃなくて、いわゆる中間層の方も含めた、学費、軽減、あるいは奨学金支払い軽減、そういったことを、しっかりやっていく必要があるのではないか、そういうふうにも、思います。あるいは、介護や保育現場の給料、こういったものをしっかり上げておいて、それをしないと本当に現場がきつくてどんどん人が辞めていく、そういう状況にもなっていきます。そして余計きつくなり、さらに人が辞めていく、そういう悪循環が今、保育、あるいは介護の現場で起きているわけであります。老後の安心、あるいは子育ての安心、こういう状況では、立たないわけであります。しっかり、現場で働く人の労働環境もやっていく、足りないのは人材人手不足というよりは給料と労働環境であります。これをしっかりやっていくということの、これからの政治求められるわけであります。本当に課題が山積しているという状況です。人の問題、そういったところ、あるいは大物と言えんでしょうか、わかりませんが、総理大臣の
息子さんの衆議院議員がタレントと結婚した、そういう話題ばっかりで騒いでいる場合ではないということが今日本には言えるのではないでしょうか。まず老後も含めた生活の安心、これをしっかりやっていくということがまず政治の最小限の責務であります。そしてまた、日本は世界最初の戦争被爆国としてしっかりやっていかなければならないということであります。核兵器廃絶、その先頭に立っていかなければならないということ、核兵器なくすだけじゃなくて緊張緩和の先頭に立っていかなければならないということ、そのためにもアメリカに対しては余計なことをするな、イランに対して余計なことをするな、約束は守れというふうにしっかり言っていくということが必要ではないかということであります。おはようございます。本日はこの祇園出張所前、1945年8月6日、この ご町内にも多くの被爆者の方が命からがら、逃れてまいられました。そして、ここはまたあの原爆ドーム保存運動の、きっかけとなりました、女子高生のゆかりの地でもあります。その地におきまして私、佐藤秀一、広島3区から庶民の懐に優しい政治を、そして広島3区、黒い雨の舞台、広島3区、小説、黒い雨の舞台、広島3区から、核兵器廃絶、そして、世界の緊張を緩和する先頭に立つ日本を、佐藤秀一、本日はこの古市橋駅前におきまして、お伝えをさせていただきました。最後までご協力、ご清聴ありがとうございました。